こんにちは。身長164センチ、54キロ、小柄系スタイリスト、大山俊です。意外と合うとですね、小柄なんですねとよく言われるんですが、僕はですね、割と動画だと身長とかそういったものって分かりづらいんだなというところで、最近しめしめと思っているわけなんですが、実際に合うとバレるというのですね、最近つくづく実感しております。ということで、今回の動画なんですが、大人の男性が初夏に持っておきたいアイテム、ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、最近はですね、結構 5月だとか6月初旬、梅雨に入るまでは、 結構暑かったりするので、夏の予行練習期間だと僕は思ってるんですが、まあ、この時期にどんな着こなしをすればいいかわからないという方も多いかなと思うので、まあ、初夏に持っておくと便利なアイテムというのをですね、今回5点に絞って皆さんにですね、全力で解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介するものは、もちろん5月6月なんかにも使えますが、そのまま真夏にも使うことができたりするので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんのですね、今後のお買い物の参考にしていただければなというふうに思っています。まあどの のアイテムに関してはもう現在お店で売られているものがほとんどなので手に入るものがほとんどかなと思います。詳しくはこちらの動画の下の概要欄にそれぞれリンクを貼っておきますのでそちらからチェックをしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう はい。ということで、ここからですね、具体的に皆さんにですね、初夏に合うようなアイテムをご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目と2点目をですね、一気にご紹介したいなと思ってるんですが、僕が冒頭から着ています、T シャツとカーディガンの組み合わせ。これが結構初夏だとか、あとちょっと肌寒くなる梅雨なんかには、めちゃくちゃ使いやすいようなアイテムになるので、皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。まず一番上に着ているカーディガンですね、これは今季僕、 が自腹で購入したグリーネベルのコットンアクリルメッシュ V ネックカーディガンというものですね価格は9,900円カラーに関してはダークグレーを選択しましたまあ、カーディガンって結構便利で春先に着ることが多いかなと思うんですがまあ、どの時期にリリースされるかによって厚みだとかあとは通気性だとかそのあたりが微妙に変わってくるんですがこちらのカーディガンはですねちょっと透け感があるんですよね見ていただいてわかりますかねまあ、T シャツとかも軽く透けるような 風通ししのいいいようななメッシュ状になっていましてまこの辺りが特に初夏だとか梅雨なんかに使いやすいゆえんかなと思います。なかなかですね、ざっくり編みの雰囲気もいいし、サイズ感見ていただくとちょっと緩めなんですね。 肩のラインがしっかりと落ちていていラフに着るることができるようなそんななななですすね現代的なカーディガンに仕上がっているかなと思いますちなみに今僕が着てるもので、M サイズになりますね。ちょっと緩めなんですが、これぐらいが個人的にはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そしてその下には T シャツを着るわけなんですが、まあ、僕は T シャツ系すごく大好きで、特にですね、白ベースのプリント T シャツがもう大好きで、これをですね、収集してるぐらいですね、ついつい買ってしま アイテムの一つなんですが今回ご紹介したいのはですね、これまたグリーンレベルで購入したものなんですけども、東京シークエンス半袖 T シャツ5,940円のものなんですが、これはですね、プリント T シャツ好きの僕にもですね、ビビッと来て購入したわけなんですが、もうビビっていう言葉自体がなんか古いですよね。世代を感じてるわけなんですが、見ていただいてる皆さんにはですね、ちゃんとこう響いてる言葉かなと思うんですけども、まあ、白ベースに対してプリントが入ってるんですが、これ トリプルネームのコラボレーションなんですね。グリーンレーベルと写真家の奥山さんという方とファッセタズムというブランドがあるんですが、最近はこちらのデザイナーの落合さんがファミリーマートのアパレルを手掛けているということで結構有名になっていますが、この3社がですね、トリプルコラボという形で作ってるのがこちらの東京シークエンスというブランドなんですが、僕自身も今回初めて知りました。このプリント T シャツかなり気に入っていて最近よく着ています。何の写真なんですかねちょっと画像も見ていただきたいなと思うんですが、木があってその の真ん中から光がですね、発光してるような、そんな写真が3枚連続で並んでいるみたいなですね、プリントになっているんですが、色の感じも少し汗気味で、これぐらいの方が選択して色が落ちてもそんなに目立たないかなというところで、最初からちょっと風合いが出ているところが、まあ、個人的にはバランスがいいのかなと思っています。まあ、サイズ感はちょっとゆったりめになっていまして、丈がやや長いんですね。なので僕はボトムスにタックインするような形で履いていますが、基本的にこういった白 T 着てカーディガン着てそしてブラックのパンツを履いてしまえばあとは着こなしが完成してしまうのでこれはですねぜひ皆さんにお勧めしたい組み合わせなのかなというふうに思っていますもちろんですね内側に着るもの白 T とかカラーティーシャツ無地のものでもいいかなと思うんですが僕は重ね着の時ですねこの上にジャケットだとかカーディガンを着る時には何か真ん中に柄が入ってた方が楽しいんですよね無地は無地でいいんですけどもちょっとなんかワンアクセント 加えたいなという時には白ベースのプリント T シャツがあるとめちゃくちゃ便利なんですけどもただ大人が着て様になるようなプリント T シャツってまあ本当に見当たらないんですね僕も一年中そういった T シャツを探し続けてるわけなんですがなかなかバチッとはまるものがない中で今回のこちらのコラボレーションですね非常に良いものに仕上がってますのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思っていますもちろん夏場になれば T シャツ単体でも着れますしカーディガンもいろんな着方ができます もうちょっと肌寒いような梅雨時期だったらバンドカラーのシャツとかを着てその上にカーディガンみたいなスタイルも結構良かったですのでそれぞれ単品としても使い勝手がいいのでぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っていますはい続いて2つ目のアイテムなんですがこれちょっと実物がなくて恐縮なんですが今朝ウェブで見つけてなかなか良かったので早速皆さんにご紹介したいのがこちらですね 417エディフィスのリフラックスオープンカラーシャツセットアップ着用可能価格は6600円で個人的におすすめなのはブラウンなんですよねこの色合いがすごく良くてまあ皆さんにですねぜひご紹介ができればなと思いました先ほどからトップスが2つ続きましたがやっぱりファッションにおいて上半身のアイテムってめちゃくちゃ重要度が高いかなと思ってるんですねというのも今僕はですね皆さんにカメラに向かってお話をしているわけなんですが結構ですね上半身がメインで見えていて その下に履いているボトムスだとか、靴だとか、あとは僕が持っているはずのバッグだとか、そのあたりってなかなかですね、視界に入らなかったりするんですね。これは普通に生活する上でも同じで、やはり会話をしている人、目の前にいる人のですね、上半身が目立ちやすいので、まあ、いろんな種類のトップスを持っておくと結構印象が変えやすいかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介したいのは半袖のオープンカラーシャツ。これはですね、初夏だとか夏場にはもう欠かせないアイテムかなと思っています。 まあ、シャツというだけで、襟がついているので、ちょっと小綺れさも漂いますし、だけども半袖シャツということで、涼しさというところもちゃんと兼ね備えた、そんなアイテムで、まあ、ここ数年は、すっかりと定番化してきたのが、このようなオープンカラーシャツかなと思います。まあ、各社からいろんなオープンカラーシャツが出ていまして、どれもですね、完成度が高くて、ユニクロのものとかでもいいかなと思うんですが、夏場のトップスは、それ自体が結構主役級になりますので、ちょっと投資をしてみるのもいいかなと思います。その点、こちらの417 エディフィスですねこの色味がすごくいいなと思ったんですねブラウンという表記になっていますがベージュとも呼べるようなちょっと柔らかくてコクのある色合いなんですねブラウンほど濃くはないけども普通のベージュよりも少しコクが深めというところで色合いがすごくいいなと思いました、まあ、このような色って秋冬とかでも使われますがそれよりも春夏に合いそうな少し軽快さのあるカラーでもあるのでなかなかこれはいいんじゃないのかなと思いましたこのようなベージュからブラウン系のカラーだったら ボトムスは。 ブラックだとかダークグレーだとかそのような濃い色でも合いますし意外とホワイトだとかライトグレーとかの薄めのですねボトムスなんかにも合ったりするので様々な着方ができるかなと思いますあとはデニム系のスラックスとかにも相性がいいかなと思うのでこの色味というのはすごく人との違いも出しやすいですし使い勝手が抜群にいいのかなと思っています僕は普段ですね動画の中でグリーンレーベルさんの商品をお勧めすることが多かったりしますが同じぐらいの価格帯で やっぱりですね、417エディフィスですとか、アーバンリサーチドアーズだとか、このあたりもですね、やっぱりいいものがあったりするので、GU ユニクログローバルワーク、このあたりからもうワンランクですね、上げるときには、ま、ぜひチェックをしておきたいブランドの一つなのかなと思います。価格も6600円ということで、普通のセレクトショップのオリジナル、ユナイテッドアローズだとか、417の兄弟ブランドのエディフィスだとか、あとトゥモローランドだとか、そのあたりのセレクトショップになってくると、オープンカラーシャツでも1万円を超えてきて、1万 ぐららいいいいしたたりすするるののでで、まあ、そううっととところかか考え6600円非常に買いやすい価格帯かなと思うのでぜひ皆さんこちらのブラウン、これ一押しです。あとはですね、グレーなんかも結構いいし、ネイビーなんかもいいかなと思うんですが、このあたりは正直他のお店でも手に入るような色合いかなと思うので、今回はブラウンを一押しで皆さんにご紹介ができればなと思いました。ぜひチェックしてみてください。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今着てるような半袖ニットというジャンルのアイテムなんですね。ここ数年はこのようなアイテムがかなり浸透してきたかなと思います。先ほどご紹介したようなプリント T シャツだとか無地の T シャツ、もちろんめちゃくちゃ便利で、夏場にですね、主に主役として活躍するアイテムかなと思いますが、初夏に T シャツ1枚だとやや早いかなという感じもしなくはなくて、その時期にですね、持っておくと便利なのが今着てるようなニット素材 の半袖ですね。これがすごく大人っぽくて上品なので1枚あるとすごく便利なんですね今僕が着ているものはグリーンレベルで自腹でもちろん購入したものなんですがハイツイストコットンアクリルツイルクルーネック T シャツ7700円のアイテムですねカラーはですねライトグレーを今回購入しましたまあ、この辺りのアイテムはすごく便利でちょっと立ってみますが、まあ、サイズ感はですね少しゆったりめの M サイズを買いましたが袖がちょっと こう長めになっていて、リブが袖の部分だとか、裾についていて、少しリラックス感があるような、そんなデザインになっていて、T シャツにはないような表面の質感ですね。上品さ。ニットの持つ上品さと、T シャツが持つ気軽に着れるですね、快適さというところをうまくですね、ミックスさせたのが、このあたりの半袖ニットかなというふうに思っていますま。素材はコットンとアクリルを混合していまして、表面に凹凸感があるんですね。このおかげで肌にもベタっとくっつかないですし、ま、あ そこまで暑くはないので、もちろん初夏には使えますし、夏場でも結構これで過ごせるという方も多いかなと思うので、個人的にはこれはめちゃくちゃ活躍してくれるアイテムかなと思います。僕はこのような半袖ニット系は大好きで、いろんなブランドのものを持ってるんですね。ついついまたグリーンレーベルさんのものを選んじゃったんで、なんかまたグリーンレーベルかよと思ってる方はいらっしゃるかなと思うんですが、これぐらいの価格帯でベーシックで使いやすい、ドンツバのアイテムってなかなか見つからないんですよ。 なのでこの7700円で王道のですね半袖ニット特にライトグレーって使いやすいなと思っていてホワイトだとちょっとこうひねりもないし退屈かなと思いますしコイルはコイルで使いやすいんですけども春夏らしさを出すにはこのような明るいカラーがあると便利なのでこのライトグレーの半袖ニットで使いやすくてなおかつ値段もある程度抑えめというとこでは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますちなみにですねいくつか僕半袖ニット持っているんですが例えばこの このようなダークグレーですね。これもシャープでかっこいいんですよね。グリーンレベスの中にもこの色合いはありますが、これはもう一昨年ぐらいかな、ユナイテッタローズで購入したものなんですが、これもめちゃくちゃ良かったです。そしてもう一色ですね、おすすめしたいものがありまして、実はですね、これ、チラ見えぐらいしかしませんが、 この辺りにちょっとネイビーっぽい色合いのものが見えてますよね。これはですね、実は僕とグリーンレーベルさんがコラボレーションをして作ったアイテムなんですね。これをですね、一番最初にお勧めしたかったんですが、ま,あ、まだですね、リリースの時期がもう少し後になりますので、チラ見えですね、ちょい見せぐらいで押さえておきたいなと思ってるんですが、半袖ニットというジャンルがすごく使いやすいですよというところで、王道はライトグレーとかそういった色合いですね。ちょっと明るめのものが使いやすい ででですですすが濃い色ねねダーーークグレーだとかあとかあはネイビーです、ね、この辺りもめちゃくちゃ使い勝手が良くて、ブラックのパンツにもホワイト系のパンツにも合うという意味では、このような濃色の方が結構使える範囲は広いかなと思うので、5月のですね、後半にこちらのコラボレーションモデルしっかりと解説をしたいなと思うので、頭の片隅に置いておいていただければなと思っています。 はい、ついてラスト5点目なんですが、ボトムスですね。まあ、特にですね、春夏に履いていて気持ちがいいような機能的なボトムスが1本あるとすごく便利かなと思うんですが、今回ご紹介したいのはこちらですね。アーバンリサーチドアーズのですね、セットアップ対応、吸水速乾、セオアルファワンタックトラウザーですね。価格は8800円のものになります。まあ、カラーの展開は3つあるんですが、個人的にはチャコールですね。このような色合いが使い勝手が良くて、今僕が着てるようなライトグレー のですね、アウターににも合うしし白系の T シャツななんかにも相性がいいですあとは先ほどご紹介したよ417エディフィスのオープンカラーシャツのちょっとベージュから濃いめのベージュですね。ああいったものにも相性がいいので、ブラックほどは重たくないチャコールグレーのボトムスというのは一本あるとすごく便利なのかなと思います。基本となるシルエットは、まあ、すごく今っぽくて、細すぎず太すぎずというところで、腰回りだとかもも回りには一定のゆとりはあるんですけども、膝から下少しテーパードをかけてい ストンに向かって細くなるようなシルエットになっているのでやぼったく見えないようなストンと落ちるようなシルエットになっています腰回りはタックを入れていて今っぽいのとあとは素材感ですね吸水速乾性があるというところで汗をかいてもしっかりと吸ってくれてそれをなるべく早い段階で乾かしてくれるような機能性を持っていたりだとかあとはドライタッチなので肌触りも含めて夏に特化したようなそんなアイテムになっているんですね僕自身は結構一本のボトムスを一年中履いちゃったりするようなところがあって すごくズボラだったりするんですが、やはり秋風に特化した暖かい素材のパンツもあるし、春夏にはこのような吸水速乾性があるような、 アイテムもあって、こういったものを使った方が、はるかに快適で過ごしやすいかなと思うので、一本持っておいて間違いがないのかなと思います。このようなボトムスだったら、今すぐ履けて、秋ぐらいまでは使えるかなと思うので、一本持っておいて間違いのないアイテムかなと思います。靴は、例えば、こういった白レザースニーカーのようなベーシックなものも合いますし、あとはグルカサンダルみたいなものも相性がいいかなと思うので、ま、一本あれば、様々な靴とも合わせができるような、このようなボトムス、一本持っておくとすごく便利なので、 ぜひチェックしていただければなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、大人の男性が初夏に持っておきたアイテム、ベスト5というテーマでお届けをさせていただきました、まあ。全てを持つ必要はなくて、この中で気に入ったものが2、3個あれば、結構ですね、初夏の着こなしは充実すると思いますし、そのまま夏に向かってですね、使うことができるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今後のお買い物の参考にしていただきたいなと思っています。真夏になると、結構着こなしは T シャツだけだとか、ポロシャツ着ちゃうだとか、わりとシンプルにな なりすぎてしまうので、割とこの初夏ですね。まだ着こなしのバリエーション出しやすい時期かなと思うので、僕も含めて一緒にですね。メンズファッションを楽しんでいけたらなというふうに思っています。これからもですね。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね。なるべく分かりやすく解説したいなと思ってんですが、もう少し中級者向けのまあ、結構今回お伝えした内容がそうだったりするんですが、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとかニット専業ブランドだとかシャツ専業ブランドだとかまあ、そのようなちょっとニッチな中級者向けの内容。 ししししまままててては僕がもう一つ運営してますす youtube ののメンンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週に3本のオリジナルの動画とそれに加えて1本ですねライブ配信も行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えするような形でワイワイと楽しくやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段ですねなかなかゆっくり動画を見る時間がないんだよなという方のためにオンラインサロンっていうものもやっていますそちらの方では文章と写真別 だいたい1分ぐらいでサクッと読めるような記事をですね毎日僕の方でも配信をしていますおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかをお届けしてるんですがまあ、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっていますしまた参加者の皆さんも記事をアップすることができるのでいろんな記事がですね日々楽しんでいただけるかなと思うのでこちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに